さて、それでは今回はちょっと遅いんですけどね、リリーフの MVP 限定が来ているということで、あれが欲しいな、これが欲しいなという話をしようかなと思っております。僕自身は今もレートが3200から2700に落ちました。500落ちました、今回のバーサス1グランプリかな。で、みんなが本気になったから全く何も勝てなくてという状況です。さあ、もうそんな状況ですので全部欲しいです。もう森はやっぱ強いですね、いつでもね。このナックルカーブの変化量かなと思います。やっぱし武器は凄まじいなと。気になるところはこのスライダーとカットボール、あ、スライダーのこの変化量ってちょっと珍しいかなと思ってて、スライダーって結構どれもねグッと曲がってくるんで、これどんなもんなんかなって、もうそこそこは曲がると思うんですけど、スライダーとカットの なんていうのかな、住み分けというか、カットががっつりこうなってるんで、どんなもんかなと。狙ったらここは同じミートでの大きさで打てたりすんのかなとかちょっと思いながら、まあ大きな変化としてはサークル、ナックルカーブとスプリットで、まあサークルチェンジシュートがちょっと弱いのかなってとこですけど、まあ森が出てきた時点でもう打つ気がなくなるので、やっぱ強いですね。もう無理やって思ってしまうから。で、今回これね、セーブライオンズ使ってる人からしたら新しいリリーフが登場したということで、それもとんでもなく強いと、絶対欲しいと思います。平井もね、僕前回の100連間で平井取れたんですけど、 SS の平井すごいいいですよ、使いやすくて。そのサノも良かったのに、あの素材に使ってしまってね、一回もうなくなったんですけど、今回の平、ま、すごいのはシュートのこの変化量で160キロが出ると。で、ストレートは確か S に乗ってくるんちゃうかな、この上のアビリティが絡んでという、まあ、速い球が投げれる、カットボールもあるんですよね、速い球が投げれて、でスライダー、カーブで遅い球のチェンジアップもあるので、まあ、サークルチェンジ両方の変化が出せるのかなというところで、気になるのはこの制球がギリギリ C なので、これも今後長く使うことを考えたら、ソウル負けしてきた時に、160キロで制球が定まらないというようなことになってきて、シュートが投げれない、まあ、決め球がシュートになってくると思うんですけど、スライダーカーブでカウントを取りに行くようなカーブかなになってくるのかなと。今はまあストレートとシュートが武器で、この2つだけで抑えれるような感じかなという僕のイメージです。あの上位でやったことないし見たこともないんで。で、クルトの清水は縦ツーシームですね。これやっぱしあの横浜の山崎かなが持ってますけど、打てないので、縦ツーシームあってスライダーでここまでしっかり逃げ切れるだけの変化量があると。でストレートもいいんですよね。で、何よりコースに投げ込める制球というところで、この配球が得意な人からしたらかなり楽しみなピッチャーなのかなというところです。ちょっとね早くなってしまって、すみません、さっき一回撮影したら長く喋りすぎて、マルティネス、僕が一番欲しいのはこれですね。もうこれがおすすめ、進めたところで誰も手に入らないですけどね。もうまずもう毎回言いますけど、限定の SS は出ない、もう本当に出ない。1年に1個出たらもうそれだけですごい運がいいというところで、マルティネスが欲しいですね。すごいのは161キロを制球 B でコースに投げれるというところが、まあ一つポイントなのと、もう一個ね、ツーシームの A で、これだからゆや菅野のストレートですね、菅野のツーシームとかと同じようなレベルのものを161キロで投げれると。これだけ投げ続けても僕をやったらもう打てないと思うんですけど、まあ、そこにスプリットとか変化の大きいナックルカーブ、サークルチェンジでブレーキ効くんですよね、この2つ球持ってるから。逃がせれるし速度落とせるしかと思ったら スプリットで決めれるし、でストレートも乗ってくんのかな、このアビリティ上のやつで A に161キロで。何よりもあのさっきの平と違って、ソウル打ち負けして今後弱体化しても、まあ、制球 C はキープできるかなと思うし、速球もね150キロ中盤ぐらい入れるかもしれないので、もう十分ね、使えるピッチャーと。ツーシームスプリットは死なないと思うしね、
欲しいですけどね、欲しいだけですけども狙いもしないですが。で菊池が出てます。菊池は、まあ、玉持ち C っていうところとストレートが B 出てるので148キロだけど、まあまあストレート保てんのかなっていうところで、まあ相変わらず武器はフォークですよね。僕は前回の菊池ノーマルのやつ持ってるんですけど、フォークだけでずっと使ってました。でシュートとフォークとシュートかなを使い分けてたんですけど、今回ツーシームも入ってるし、まあちょっと制球やっぱしでもこのストレートと制球がもうちょっと欲しいなって思うところですけど、うん、結構配球悩むピッチャーかなと思います。その配球を楽しむ人からしたら面白いけど、でまあ阪神ファンの僕としてはこう久しぶりに新選手が出たというところでスアレス嬉しいですね。やっぱできたらどんどん新しい選手出してほしいんですけど、どの球団も。この間まあサンズが出たのかな。で160キロ請求し、あんまり僕も今回阪神戦見てなかったんですけど、そのなんか阪神のピッチャーっていう印象がないままに1年間過ぎた気はしてて、鳥谷とかが前例が僕の中ではあって、巨人行くかなと思ったらずっと阪神で頑張ってはったんで、まあ、スアレスももしかしたらしれっといるかもしれないんですけど、なんかストレートが売りのピッチャーやっていう風に聞いてたんですが、今回160キロ超えがバンバンいるので、その一番尖った特徴になってきてない風に見えるのが恐ろしいなというところなんですけど、ツーシームもね、さっきの、マルティネスと比べるとまあ B 止まり乗ってくるのかな、上でここで乗ってくるのか、アビリティで。でまあストレートスプリットサークルチェンジ、ちょっと最近気になってるのが縦スライダーが僕はちょっと打てなくなってきてて、ちょっとスピード落ちるんかな縦スライダー。なんか仕様が変わったとはどこにも乗ってないんで、僕自身の体感が変わっただけかもしれないですけど、結構これがブレーキ効いて打てないので、まあ、スプリットとの見分けがつかなかったり、サークルチェンジが入ったり、スライダーで逃がしたりってこともできるのかな。ちょっとこの、どっちになんね、打ち目の変化が少ないのかな。こっちメインで、まあ、スライダー、スプリットメインで狙っていくような感じになるかなと思うんですけど、まあ、かっこいいよね。見た目がね。で、石田は、なんか僕自身はすごく対戦する機会が多いんですよ、石田。ずっと石田と対戦してるので、なんとなく怖さはなくなってきてはいるんですけど、サークルチェンジが武器ですよね。これが武器なんで、逆に言うとこれ避けて僕はこっちを狙うようにしてるんですけど、この普通にスライダー、スローカーブ、フォークをミートカーソルでガバッと構えてて、位置によってちょっと変えたりとか、フォークもそんなに落ちきらないので、ただまあ左ピッチャーやから、これ左になるとバッターかなりね、みんな打てる人が少なくなるから、結局全部同じこと言ってますけど欲しいですよ。でまあこれも目玉の一つかな、左ピッチャーで玉持ち B でツーシームもこれ B 乗ってくるんですよ。結構玉持ち B のツーシーム B ってどんなんかなって、150キロ台出るしね、まあまあちょっと落ちるけど、ツーシームだと。まあ気色悪いピッチャーですね。これがまあ当たりでしょうね。マルティネスはご利用しやけど、これはもう技巧派で、スラーブしっかりスピードを殺せる、チェンジアップ殺せる、スライダー速い、ツーシーム速い。で、まあカーブも同じ方向にあるので、これはまあ、スライダー、スラーブ、カーブだけでも、いいぐらいすごいピッチャーだと思うんですけど、そこにまた加わってきてるんで、これは当たりやと思うな。でディクソンと、ディクソンに関しては対戦機会減りましたけど、もう古いからね、あんまり使ってる人少ないけど、まあ、基本ナックルカーブ軸で来るから、ナックルカーブとそれ以外っていう感じで、スライダーとかストレート急にバッて投げてこられるとドキッてするんですけど、どのタイミングで交えるかっていうところですよね。ナックルカーブに対してサークルチェンジの変化どうかな、そばでミートカーソルだったらかするんかな、ちょっと厳しいんかな。なんかもう一つ魅力が欲しいかな、ストレートが B に乗るとか、150キロもうちょっと
153出てたらまあまあかな、玉持ち C やしね。まあそれこそ玉持ち C なんでドキッてする場面は多いと思います。ナックルカーブ以外が来た時におってなることは多いと思うんですけど、まあなんかオリックスもでもそろそろね、誰か他の中継ぎを、まあここが一番か、一番日本ハム使ってる人からしたら宮西ばっかりやんってずっとなってると思うんですけど、限定ずっと宮西なんで。でもやっぱし他球団使ってる人間からするとやっぱ欲しいですよ、宮西は。僕未だに昔の SS 使ってますけど、その相手次第ですけど、速球が得意な人と変化球が得意な人ってやっぱしいるから、変化球手出してしまう人ね、スラーブを我慢できない人、相手の時はもうスラーブをコースに投げ込むだけでどんどん当ててもらえるんで、しかも今回高速スラーブも入ってるし、で相変わらず球持ち A が健在というところで、当分使えるピッチャーかなと思います。その弱体化してもなお使える、長持ちする宮西だから、宮西に関してはこう途切れないんですよね。宮西ずっと使ってる最中にまた次の宮西が出てきてみたいな状態なんで、こういつまでも強い状態をキープしてるような、あんましでも対戦ないかな、僕は使うんですけど、あんまし他の人使ってるの見かけないですね。で、対戦するのが嫌なのは僕はこのピッチャーかなと思います。左右に振ってね、スラーブシンカーと、まあメインはスラーブとシンカーになってくるかなと。カットツーシームが大きな変化ないのと、152が速いと取るか遅いと取るか、早いか、宮西、僕ちょっと宮西の回ぐらいになるのかなと思ってたんですけど、能力的にはね、カットがあるかないかの違いで思ってたけど、宮西と比べたら速球の152は大きいですね。ただちょっと球持ちの兼ね合いがあるから、まあトントンなんかな、球持ち A の147と球持ち C の152やと、なんともあれやけど、うん、対戦したくないですね。なかなかやりたくないけど、使いたくもない。嫌いじゃないですよ。嫌いとかいう意味じゃなくて、難しいと思う。この人の配球は。なかなか、スラーブ進化読まれてしまうし、カットツーシーム逃げ切らんから当てられる可能性もあるしね。多分ストレート主体、うまくストレート使いながらのスラーブ進化になってくるのかな。ちょっと難しいピッチャーかなと思うんですけど。で、酒井。これも、ちょっとパッと出せるかな。菊池と似てるかなと思ってたんですけど、菊池がパッと出ない。タイプ的にはね。ただ、菊池よりもストレートが、あ、ごめんなさい。ストレートがちょっと弱いのかなって。148の制球 C、玉持ち D のストレート C なんですけど、菊池だと、玉持ち C でストレートが B に乗ってくるので、どちらかといえば菊池の方が、うん、スライダーも、ただまあツーシームが武器になるんですよね、この酒井の、あごめんなさい、シュート、菊池のシュートはちょっと変化量少ないし D なんで、こう変化球としてカウントしづらいけど、こっちはもう武器になるから、完全に左右に振れるところがあるし落とせるしっていうので、もうこのスライダーシュートスプリットをメインで考えたら、まあ強いピッチャーかなと思うんですけど、まあそうね、僕はもうダントツで今回はマルティネス中川宮西が欲しいなって思いながら引きもしないですけども、みんなどんな感じなんですか。最近この順位を決めるこうイベントが多くて、その改めて自分の順位の低さ、それからカードの持ってなさで、その上位の人たちのカード持ってる凄さっていうのを痛感してですね、ちょっと心折れそうなんですけど、なんかね、その下なりに遊べる何かができたらなーって、もうちょっとねカードパック引けたりとかしたら楽しいのになーと思うんですけど、なかなか、ね厳しい。今回久しぶりにしっかり強いメガボックスですね、引くタイミングがまあ難しいな。本当は先発強いのあれば勝てるけど、でも先発ってやっぱしそのマッチングする回数が多いし、で同じピッチャーと戦うことになってくるんで、それよりはひょっとしたらこのこういう中継ぎをポンとすぐにね、もうバッター一人抑えた後にすぐ中継ぎ出すみたいな形にしてみても
気を照らうというかね、相手を驚かせれるのかなと。そんなに対戦経験ないですからね、中継ぎってそうそう出てこないから、そういう意味では、ここを取るというおしゃれな戦い方もあるのかなとは思うんですけど、まあ出ないですよ限定なんてという話でした。まあ、だらだら喋っただけなんですけど、また、自分なりに何か投稿できたらなと思っております。もしよかったらチャンネル登録、それから高評価の方もよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など、人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。